見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。伊東に行くなら鳩や電話は良い風呂。1990年代頃まで頻繁に流れていた鳩やの CM をご存知の方も多いのではないだろうか。思わず口ずさみたくなる歌詞、頭にこびりつくメロディー、そして腕の中で跳ねる巨大な魚。誰もが知っているが、行ったことはあるかと聞かれたらどうだろう。私も鳩屋の CM は歌える世代だ。昔からぼんやりと存在は知っているが、私にとって鳩屋とは有名なだけで、数ある旅館の一つに過ぎず、実際に行ったことも、行ってみようとも思っていなかった。その時までは、鳩屋ホテル、探訪機を写真で見る。宇宙的な渡り廊下に目を奪われる。近年、昭和レトロがブームになっている。若者にとっては新鮮に映り、その時代を生きてきた者にとっては懐かしさに惹かれる。ただ古いだけでなく、特にそれらのデザイン性や佇まいは人々を魅了し、雑誌では取り上げられ、SNS では拡散されている。私を鳩屋へと向かわせたのは、レトロなホテルを特集する雑誌の記事だった。登録有形文化財に指定されたクラシカルなホテル、温泉街の老舗旅館、都院に併設された渋い宿など、いつか訪れてみたいとぼんやり眺めていると、すこぶるかっこいい紙面が目に飛び込んできた。なんだこれ、どこだここ、それは鳩屋ホテルの渡り廊下だった。腰の高さまで敷き詰められたストライプの赤い絨毯と、アーモンドのような形の連続した窓。ここを渡れば時空を越えられそうな、どこか宇宙的で近未来のような、不思議な空間だ。これを実際に見てみたい。私はその渡り廊下に目を奪われた。鳩屋に泊まってみないかとレトロ好きの友人に提案すると、すぐさま目を輝かせ、旅の計画が始まった。CM 曲を振り返りながら、記憶の中から知識を引き出す。海底温泉に入りたい。鳩が飛ぶディナーショーが見たい。三段逆スライド方式って何？誰一人行ったことはないが、知っている情報だけで十分盛り上がる。私たちは今まで、鳩屋へ行ってみたかったが、機会がなかっただけなのだ。